いや、相変わらず怖いわ。はーい、行くかー。いや、このさ、BGM 怖いよね。なんか、はっ！っていう、吸い込む感じ。そして、ここさ、まだ青色なんだけど、なんか撮ってないものがあるってこと？これあれじゃない？またこの例のサスケスキルたちを駆使するんじゃないかな。やっぱり。うわ、ギリギリ届かなーい。怖いわ、この BGM。てかなんかもうダンジョンみたいなのなくて、もうすぐ、ボス来そうだな、これ。来た。お守りのかけら。あ、これ全部拾ったってことだよね。多分これ出てくるってことは。これもうボスなんじゃないの？行くか。行ってみるか。いや、待て。セーブだけしよう。かけらを手に入れてセーブ。行きますか。到達。来た。絶対ラスボス。うわ、ちょっと今日、果ての地に、なんかダンジョン攻略の気持ちで来てたから、まさかのもうエンディングを迎える勢いっていうね。まあでも、行くか。はあ！フレディアさん、ようやく見つけた。泉の白巫女。ここに来てはダメ。え、まだ生きてんだ。逃げて、あなただけは。私はもう。え？あー、待って、これ、なんか、あれ？暴走しちゃうやつ？汚れの王。え？あの、真ん中しかダメージ与えられない感じ。BGM やば！肩いった。肩。ヘニーレさんで行こう。ああ、いや、これ、行った。これどうかな？誰が一番効くか、これ。いや、BGM 良すぎ。行って、回復。一旦回復。ひたたざ。強いね。うわ、行った。待って、これどうしようかな。強いね、普通に。OK！ 決まった。これ、どれがいいかな。いや、BGM 良すぎ。汚れの王でね、たびたび、初期に出てたよね。てか、もうラスボスってことは、ちょ、行ってないところが一箇所なんだけど。やっぱ今のスキルで生きるってことなのか。そんな そんな話してる場合じゃない。いや、ちょっとどうしても気になって。いた。いけるんじゃない、これ。いや、でも覚醒あるもんな、絶対。いや、強いわ。ファーデンさんは強い。いえ。いや、でもスキル回数がやっぱ少ないんだな、これ。やばい、これ死ぬわ。回復。今のところなんか普通のボスなんだよね。あ、違う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 。必殺技。あ、必殺技で回避できるね、これ。やばい。あ、怖い。でもなんか、基本浮いてれば、いった。いった、まずい、これ。あー、これ回復足りないかも。いや、BGM 良すぎて。相変わらず BGM が良すぎます。いってー。回復。ちょ、待って。よしよし。あ、いいよ。あー、ちょっと待って。まずいまずいまずい。ちょっと増えるとまずい。あれ、もう回数がない。うっ、くらえ。あ、なになに？何が変わるんだろう。怖い怖い怖い、マジで怖い。
シコニさん、シコニさん、ヘニールさん、あちょっとかすってる、シコニさん、やばい痛い、やばい、シコニさん、ヘニールさん、あーすかした、いやいける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 、シコニさんもう一回、最後はユリウスさん、なんかハスの花みたいになってる、え勝った、え浄化していいのこれ、いくよ、えもうやめて、これ以上あなたも私の汚れに取り込まれてしまう、あわあ、ディディちゃんがめっちゃ汚れに飲まれてしまった、え、あ、お守りつけてるよ胸に、あの宝具、え、なんかディディちゃんめっちゃ出てきた、え、覚醒、え、また戦うんだ、で、この BGM ってなんかあれじゃない、メインタイトルにな感じの曲じゃないこれ、そうだよね、あ、やばい、え、どうしようこれ回復ないんだけど、ちょっと待て、回復がないちょっと待って、何何、怖い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 、あ、なんもなかった、いて、食らってる、え、ちょっと待って、これはやばいね、これだけちょっとマジで当たっちゃいけない気がする、くらい、いいね、雑魚処理はいける、いやでもなんか動き自体、あ、いや、あ、これまずい、よしよし、動き自体はそんなに、あー、これ雑魚敵がやばいわ、あ、マジでまずい、あー、ちょっと待って、うわー、あー、こっから、待って、これ1段階目からやっぱ、え、ちょっと待ってー、ちょっとスキルでもなんかめっちゃ強いって感じじゃないな、ちょっと思ったより、これ黒煙の岸さんちょっと強化しよっか、え、ちょっと黒煙の岸さん最後だから、ちょっと黒煙の岸さんでいこっかな、うん、そうしよう、でなんか相変わらずフリューのコチさんとか強そうなんだけど、あの雑魚敵が結構やばい、まあ一応ユーリウスさんの必殺技とかでなんか一気に倒せたりはするし、シークリットさんはどうかな、わかんないな、西の商人さんちょっとターゲットがばらけそうだけど、まあ、ちょっとこんな感じでいいんじゃないか、レリックの装備、レリックは汚れ、異端者のマスクいらないかもな、結構空中で技使うからこれつける、あー足りないのか、適当にロザリオつけとくか、でユリアスさんはめっちゃいい、で黒衣の騎士さんちょっと、てかファーネスは普通に強かったね、ちょっと今回ちょっと黒衣のキスさん使おうかな、こんな感じでいってみるか、ちょっとラスボスか、そして王か、
うわー、全部もう初期奪ってる。本当に最後なんだ。そしてさ、ちょっとさ、ラスボス行きたいんだけどさ、ここ、最後のここの上だけさ、未だに行けないんだけどさ、あれってここも青だじゃん。あれ？ちょっと待ってね。ここだわ、多分。あ、違うか。ここのなんかまだ行ってないっていうのが、なんか取り切ってないものがありますよ、みたいなのがちょっとよくわかんないんだけど、もしかしたら前回で行かなかったワープホールみたいなのがちょっと関係してるかもしれないなっていうね、感じなので、ちょっと一旦置いといて、一回もう、汚れの王さんと対決しましょうか。あ、汚れの王っていうか、多分フリーティアさんなのかなーって感じするけど。一回戦いましょう。わあ、やばいわ。大丈夫かな。ああ、こっからか。暗い。つらいだ。さあ、行きましょう。黒衣の騎士さんもね、強化したから。ちょっとね。よし、黒衣の騎士さんね、明日たつどんぐらい食らうかな。あ、いいね。まだちょっと必殺技はユリウスさんを使おうかな。やばい。いや、このね、雑魚敵が発射する、いった発射するやつがめちゃくちゃ強いから。ユリウスさん。あ、痛いわ。いや、でもせっかく黒衣の騎士さん強化したので、最大まで。やっぱりね、黒衣の騎士さんと戦わないとね、最後は。ほらー。やばい。イルスさん。オッケー。よし。で、ここで。よしよしよし。ファーデンさんも使いつつ。必殺技。ファーデンさん必殺技強いよね。いた。やばい。ヒルさん、いや、いい感じ、いい感じ、いい感じ。回復温存できてんの、マジででかい。よし、一回離れて。ヒルさん、頼む。ナイスナイスナイス。やばい、あぶねえ。うわ、執行兄さん、いい感じ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 。ここでダメージをあまり食らうわけにはいかないからね。 OK、 ファンデさん、ファンデさん OK、 ありがとう。よし、やばい。あ、くっそ、しまった。よしよし、こっから、こっから。てか今のなんかあれなんだよね。ディディちゃんが回復するときのモーションに似てる気がする。ユリさん。オッケー。まあでもダメージ的には、あれかな？ファーデンさんの必殺技の方が食らってるかな？もしかして。あと一発。オッケー。こっからこっから。こっからだ。いや、こっから BGM が、あれだもんね。メインテーマみたいな曲に変わるのが。で、ティティちゃんと同じね。白巫女ちゃんたちが、
出てくるのもすごい心にくる。そしてお守りは石板の章のかけらを集めて作ったお守りは効果が出るのかどうかすごい気になる。いや、こうオルゴール風っていうのはまたすごいね。これもう本当になんか物悲しいわ。いや、もう絶対ここは。あ、でもね、クコインキスさん一つってやっぱ強いな。あー、でも、やっぱり、こいつらを早く処理できるかできないかが。やばい。待て待て。マジで連続で撃ってくるじゃん。ちょっと待って、死ぬ死ぬ、本当に死ぬ。早く。いや、マジ。ちょっと。うわー、間違った。クコインキスさん使っちゃった。やばい、どんどん湧いてくる。まずい、これは。これマジでまずい。マジでまずい。本当にまずい。いって、あの波動にこうめっちゃ食らってんだな。やばい、これは本当にちょっとやらかしてしまった。やばい、ユリウスさんを使うべきだった。早めに死ぬ。無限に湧いてくる。一体やばい。かゆく、これまずいわ本当に。これもうちょっと追いつかん。ファネさん、ナイス。やばい、追いつかん、マジで。え、なんか、HP 多くね？こんなもんか？ひとたつだ。オッケーオッケーオッケー。いい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、痛い。そう、まず、一回処理しよう。オッケー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 。あ、やば、当たっちゃった。最悪や。待て待て待て。あ、うわうわ。当たっちゃった。あ、また間違った。刻印消されちゃった。やばい、追いつかなくなる、追いつかなくなる。いや、いける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 。落ち着け落ち着け。オッケー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 。ああ、これダウンか。いや、もったいない。ファンデさん。よしよしよし。これ大丈夫？これやばいか？一回離れよう。ん？大丈夫か？いや、なんか怪しいな。お、大丈夫っぽい。ん？え、どうしたの？なんかがおかしい。何かがおかしいよ。泣いてる？フレイティアさんか。フレイティアさんの意識が、やっぱり。今、因果を断つ。暁の祈り。はあ、行くか。
お守り、ファーデンさんが形作って、刻印根岸さんが解読して完成させたお守り。終わったー うわ、待って、めっちゃいいぞ、曲。いやー、ちょっと今、ちょっとね、曲聴いてたんだけど。いやー、いや、でもあれだね、最後に、お守りが守ってくれたってことだよね。白巫女、フレディアさんが、この果ての国の汚れを一身に受けて、まあ、浄化、国全体にある汚れをもう、浄化しようみたいな。多分そういう感じで、そういう考えであそこまで行ってて、レディちゃんたちに汚れを背負わせないために。で、まあ結局ね、飲まれちゃってたわけなんだけど、これをディディちゃんがまあ救った形にはなったんだよな。いやー、いや、ちょっと本当に最初なんか、エンダーディディーズっていうタイトルと、あと雰囲気がいいなって思って、発売日前に、まあ情報あんまりね、入れないで、もう買おうって決めて、発売日に買ったんだけど、いや、めちゃくちゃ良かった、本当に。いや、なんだろう。世界観とかも、もう雰囲気、ビジュアルとかもすごい良かったんだけど、なんかキャラクター一人一人の物語がちゃんと描かれてたし、なんかムービーだけで見せるんじゃなくて、手記を集める、その手記とか文章ね、文章、手紙とか、そういうのでもなんかその人のことっていうのをすごい知れたりとか、なんかそういうのもなんか、やっぱ心になんか結構来たし、まあ結構ダークはダークなんだけど、なんかそれ以上に、なんか良かったな 語彙力がちょっとない感じになっちゃったけど、あまりにも良すぎてね。
いや、本当になんかあんまりあれだけど。いや、曲もめちゃくちゃ良かったし、ずっと。ほんと神ゲーだったな。ちょっと待って。待って、最後。え、てか、変わったんだけど、ビジュアル。え、そして、まあ、C って書いてあったけど、やっぱ、何通りかエンディングがあるってことだよね。え、ちょっと待って。開始とニューゲーム？あ、難易度高い版ってこと？多分そうだよね、これ。ちょっと一回コピーして。え、ちょっとね、でもさっき、いやなんか、その神ゲーってなんか安易にさ、言うとちょっと軽くなっちゃう気もするんだけど、でも本当に良かった、やって。このゲームを。ちょっと一回開始をして、待ってよ。なんか落ちてんだけど。え、ほんとはなんかちょっとエンディングを見て、最後に、綺麗にね、もう終わろうっていう気持ちもあったんだけど、ちょっと、心残りだったから、いろいろ。そこまでちょっとやろうかな。待って、ちょっと、とりあえずこれ拾おう。汚れを受ける。前の姿を思い出すことができる。泉の白巫女からもらった白い花の髪飾り。泉の白巫女は、汚れによって体が動かなくなってからは、白巫女たちと会うことがなくなったが、彼女らを思い、手作りの装飾品を送っていたという。え、ちょっと待って。これ、あれかな？チャレンジが解禁されました。ゲームプレイに影響する様々な設定が変更可能になります。連戦の記憶が解禁。あー、ボスラッシュ。ちょっと待って。待って。ボスラッシュか、これ。多分エピローグがあったから、多分あれがトゥルーエンドなのかな、一応。で、クレジット2だから多分1があるってことだよね。ちょっと待って。レリック、多分これ装備すると、多分見た目が、あ、そうだね。汚れを受ける前になるんだね。せっかくだからこれつけましょうか。で、あ、チャレンジって何？おー、すげえ。こんなの変えられるの？縛りプレイとかできるんだ。HP1 とか。うわ、一度でも受けると HP が0になるとかそういうの。うわ、ほんと縛りプレイで遊べるんだ。わ、すげえ。何これ？これちょっと実況者向け。っていうか、やり込み要素好きな人たち、めちゃくちゃ好きなやつじゃん。で、まあ、それを。え、待って、ここまだなんかある。 一回、その例のワープゾーンのところ先に行くかなと思ったんだけど、一回ここの上行こうかな。でもめちゃくちゃ久しぶりじゃない？この汚れを受けてないリリーちゃんって。そして、ちゃんと、あれだね。お守りとか本当にあるね。胸に。これもさ、髪飾りもこれ、外したらさ、まあ、汚れを受けた姿にはなるんだけどさ、髪飾りもやっぱりあるね。じゃあこれ指輪も多分ついてるのかな、腕に。わあ、すげえ。ちょっと待って、マジでやばいわ。
え、ここだよね、本当に。これどうの、これどうすんだろうね。え、届いてないのか、今の。ちょっと強化していくか。やっぱ足りないんだな、やっぱ。無理。無理だ。これ移動速度アップするやつつけたらいけるかなって思ったけど、ちょっといけなかったんだけど、どうなんだろうな。ちょっとわかんないから、一回、もう一つのなんか、明らかに重要そうなエリアに行きましょうか。いやー、ちょっと怖いなー、こっちも。行きますか。いやー、ちょっと怖いんだけど。あ、そっか。ここあれか、毒蹴りゾーンか。いや、前回さ、結構なんかギリギリでさ、なんとかいけたけど、今回もいけるかな、ちゃんと。なんか失敗しそう。まあ行ってみるか。あ、ちょっと待って、ちょっとヘニールさんつけるわ。前回ヘニールさんのおかげで途中回復できたところだったから。じゃあ行きましょうか、このヤバい霧。いや、これやばいね、ほんと。回復。うわー。いけるか、これ。よし、ここで一旦休憩して、ヘニールさんのこれで地道に回復。ふぅ。すごい。でもこれしないと回復足りないんだよな。そう、回復回数増加とか、最大 HP 増加をもうマックスでめちゃくちゃつければ多分いけるかもしれないけど、この先に何が待ってるかわからないから、ちょっと普通のね、装備を維持しつつ、行こうかなって思ってんだけど。じゃあマックスになったら行きましょう。よし、行こう。怖い。怖い。危ねえ。いや、マジで怖いな、これ。あ、待て、早く。これ、間に合うかな、今回。なんか、ダメそう。間に合え、間に合え。頑張れ、頑張れ。世界回復。やばい、いけるかな、マジで。ほい。絶対当たっちゃいけない。絶対当たっちゃいけない。早く。あ、間に合った？ああ、間に合った、間に合った。よかった、よかった。さあ、ここが問題のエリアだよ。ふぅ、ワープゾーンがあったんだよね。もう回復ないから、ちょっとまずいけど。行ってみるか。行きましょう。あ、帰ってくるだけなんだ。なんだ、びっくりしたー。なんか重要なのがあるのかと思った。え、そしたらますます謎なんだけど、汚れのうちの、このワープ、この、なんだ、レストポイントの残されたものがあるっていうのが謎だし、髪飾りもね、取ったからね。まあ、もしかしたらあれかな、髪か、あの、お守りをつけてない状態のエンディングを見ると手に入るのかな。それとやっぱここだよね。さっき行った場所。ここが いけないんだけど。あ、待って。え、なんか開いたんだけど。
これ完全にサスケのおかげなんだけど、完全に。え、待って、え、ここを使えってことか。うわ、アハ体験え、そういうことだよね。え、行くか。え、待って待って待って、びっくりした今。あー、こういうことか今適当にさ、まあいろいろ試し、必殺技を打ったりとかいろいろ試してさ、でこうサスケセット何気なしにここにさ掴んでみたらさ、開いたからさめちゃくちゃびっくりした今。え、読もうよ。怖い。極彩色の羽飾り、ジャンプ力がわずかに高くなる。森人のシルバが溺愛する妹に送った特別な髪飾り。あ、シーグリッドさんに送ったってことだ。魔術師に頼んで作らせた魔道具は風を巻き起こすという。受け取った妹は一度もそれを身につけることはなかった。え、待って待って待って今までさ、サスケ、このサスケセットでさ無理やりこう行ったりしたじゃん、前回とか。まあ前ね。これで行くんじゃないのやっぱ無理やりだったんじゃないの、めちゃくちゃ。え、ちょっと待って、これか。ちょっと一回外して、え、でも何外すかって言われたらちょっと困るなこれ。いや、適当にここ外しといて一回ね。え、待って待って待って、あー、でもジャンプ力がちょっと伸びるだけだから、やっぱ、でもやっぱこれ使うんだよきっと。じゃないと多分届かないもん結局。あ、でもこれめちゃくちゃ便利だね。これ先に手に入れておきたかったなちょっとどんぐらい高さ変わるのか検証しよう。1212、だいたいあの後ろの噴水っぽいオブジェの上ぐらいまで届く感じだね。これつけてないバージョン12。あー、変わるね若干。届いてないもんね、あの後ろの石像のなんか指さしてるところまで。うん、なるほどね、ちょっと変わるんだね。まあでもやっぱ結局このサスケセットを使わないと多分いけなかったんだろうな、前回のところは。とちょっとね、まあ、これエンディング後に入れるべきものかなって思うんだけど、まあちょっと気になったのでね、行ってみました。で、ここがね、結局まだ青いのが残ってるんだけど、ちょっともうちょっと探索するけど、一回このお守り外して一回ボス戦やってみようかなって。そしたらまあこのさっきお守りつけてエンディング迎えたら、ここにこの見た目がね綺麗に、汚れが受ける前の見た目になる髪飾りをもらったので、もしかしたら何かもらえるんじゃないかなって思うので、ちょっとお守りを外してやってみるバージョンみたいのをやろうかなって。じゃあちょっとお守り外してやってみようかな。じゃあ行ってきます。あ、待って、これ多分別エンディングだ。旅の終わりって言った。もうやめて、これ以上は。ここは一緒かな。あ、違う、ここにたどり着くまでに花を見たいでしょ。今ちょっと髪飾りつけちゃってるから多分見た目が変わってないんだけど、多分さっきみたいに、さっきね、多分さっきみたいに汚れてるはず、見た目めちゃくちゃ。外せばよかったね髪飾り。
ここにたどり着くまでに花を見たでしょう。果ての地行った時だね。果ての国に降る死の雨はこの体を蝕む汚れが根となって広がり、外に放たれたことが原因なの。体を蝕む汚れが根となって広がり、あ、やっぱり今の死の雨の原因はフレイティアさんにあるってこと？いつになるかわからないけど、この体の汚れを抑えることができれば。ああ、そうだよね、あの果ての地に咲いてたハスでいろんなフィールドに咲いてたけど、それ汚れのみたいな話あったもんね。この体の汚れを抑えることができれば、汚れをなくすことができなくても新たな汚れを生み出さなくて済むかもしれない。もう遅いけれど、汚れを背負う必要のない世界で生きてほしかった。私の分身はあなたしか残されてないから。リリー、お前はそれでも泉の白巫女のそばで共に汚れを背負うと。浄化する、お願いだからやめて。これが普通のエンディングか。汚れをリリーちゃんが一緒に汚れを背負うっていうエンディング、ざっくり言うと。最初に、まあ、見てしまったっていうか見ちゃったんだけど、そのお守りをつけた方の本当のためエンディングかな、違う。まあよりいいエンディングかな、なんかハッピーに近いっていうか。あっちはなんかお守りの影響もあってリリーちゃんの汚れっていうのが抑えられて、で死の雨も止んで、止んだってことは多分フリーティアさん自体も多分浄化できたのかなって感じもするし、それでまあお墓をね、いろんな人たちのお墓を作って、また汚れのない死の雨が降っていない世界を生きていくみたいなエンディングだったけど、まあハッピーだけどやっぱ辛いよねっていう結局やっぱり汚れに飲まれてしまった人たちっていうのはやっぱり浄化はしたけど、まあ、元には戻らないわけだし、should I be mad? Should I be glad? Am I enough? How can I be enough? So I'm proud of myself, reaching my goals, distracting my feelings, changed nothing at all. I'm still my insatiable self. Isn't it better to be dumb, to be ignorant, not knowing there is liberty in this world not meant for me? Me too.
あるのかな？あるね。汚れの幻影。白巫女が汚れ果てた姿を映し出す。過去か未来の姿か、白巫女の汚れ果てた姿を映し出す幻。汚れは涙を思わせる形に結晶化している。コレクターゲットっていうことは、ということで、とりあえずエンディング ABC 見たっけ。まあ3つは見たよね。ちょっとここちょっと音楽怖いから、ちょっと一回つけてみようか。これわー、やっぱこの姿になるんだね。最後の全身汚れに染まってしまった姿。さっきのねエンディング見た時ちょっと羽つけちゃってたから、髪飾りつけちゃってたから汚れちょっと姿変わんなかったんだけど、もう最後ねこの姿に多分なってたよね。いや全部いったんじゃないかな。いやーちょっとね、いやーやり込んだね。普通にちょっとね、自分が気になってたから、気になっちゃったから、もうどんどんやっちゃったんだけど、コレクション的な感じのやつもね。いやー、これ、スキルとか全部強化しきれてないんだけど、多分これニューゲームプラスっていうのがあって、多分難易度とかが多分ね変わってくるのかなって感じなんだけど、多分そういうので最後まで強化できるようになるのかな。帰ってきました、始まりの地。え俺マジ何も知らなかった、何も知らないんだけどさ、攻略とか見てなくて。最後はここの始まりの地で取ろうかなって思ったら、あるやんけ、なんか。あるやんけ。え？あー、なるほど。ここでも設定できるよってこと？あ、びっくりした。なんか手紙があるのかと思った、また。そういうことか。びっくりした。こっちには何もないかな。はい、ということでエンダーデディーズ終わりました。まあさっきね、さっきというかトゥルーエンディングの、まあトゥルーって言っていいのか分かんないけど、エンディング C かな、あれ C ルートかな、お守りをつけた状態で迎えたエンディングの時に、まあ、まあ結構ね喋ったので、最後の本当に簡単な挨拶だけで終わらせていきたいんですけど、終わっていこうかなって感じなんですけど、いや、ほんとよかったね。でもほんと曲、すごかったな。ちょっと終わりたくないぐらい、ちょっともう、エンダーディディーズのこのキャラクターたちに、愛着っていうかさ、感情移入じゃないけどさ、しちゃってて、もうなんか、もどかしいっていうか、なんか、胸が苦しいんだけど。まあ実況、エンダーディディーズ実況の方はね、今回で終わっていくことになるかなと思います。いやーちょっとなー、めちゃくちゃ良かったなー。マジで果ての地あって、もうちょっと冒険できるかなーって思ってたら、もうラスボスだったから、なんか喪失感とかもちょっとあるんだけど、あ、もうお別れなんだみたいな。まあまたね、まあ、まあエンダーディディーズの話自体はね、もうこれで終わりかもしれませんけど、まあもし続編なり、まあ何かしらのねものがあれば、またやっていきたいなと思いますので、その時はまたね一緒に世界に、この世界観にね
没頭 入り込んでいきましょう。ああ、終わっちゃう。ということで、また会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。来たー。果ての巫女。レベル100。これで多分ね、このクエストもね、全部いったんじゃないかなって。とりあえず出てるものは全部見たんじゃないかなと。いや、ちょっと気になって結局ここまでやってしまった。